皆さんこんにちは、花です。今日はですね、私の最近の購入品を紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは今日は最近の購入品なんですけれども、年明けてから今まで2月のまあ今中下旬ぐらいなんですけれどもに買ったものを紹介していこうと思ったところですね、私すごい量を買っていたみたいで、なのでちょっと1個の動画じゃ量が多くなっちゃうと思ったので、プチプラ編とデパコス編で分けたいと思います。で、今日はその中でもデパコス編を紹介していきます。で、なんかデパコスはね、めちゃくちゃベースメイクアイテムが多い、なんでだろうってぐらいベースメイクアイテムが多いんですけれども、まず1つ目に紹介するのが1月2日に初売りで私が買ったものです。まあ、ベアミネラルの福袋買ったの、あの動画出してるのでご存知の方もいらっしゃると思いますが、もう一個買ったのがイブサンローランのルージュピュールクチュールベルニクリームの407というものです。これはリキッドリップなんですけども、ツヤ感もあるし色持ちもすごくいいって言われました。あのマットじゃないリップで割と色持ちがいいリップを探してますって言ったとこ、このシリーズを出していただいて、でその中から一番使いやすいような色を選んだんですけども、このシリーズの中でもこの407番の色は一番人気があるそうです。ちなみに今日私が今つけてるカラーなんですけれども、赤なんですけれども、ちょっとなんだろう、落ち着いたピンクが入っているような赤なので、あんまりこうガツンとしすぎずちょうどよく使えるかなと思います。で、程よいツヤ感も出るので、これ1本でグロスいらずだなと思いますし、色持ちもティントとか並みにはすごくいいわけでもないんですけれども、しっかりこうやって発色してくれる分、ちょっと揉んだぐらいだったらそんなに落ちないので気にならないかなと思います。そして次もリップつながりで紹介すると、オーブクチュールの滑らか質感ひと塗りルージュの RD37 番というカラーです。これは石原さとみさんが CM とかやっていて有名なリップのシリーズだと思うんですが、私石原さとみさんのカラーを買おうと思ったんですよ。で、店頭でつけてみたら、まあ似合わない。なんかね、すごいバブリーな感じが出て一気に吹き込んだようなカラーになってしまったので、別のカラーにしようと思ってこの RD37 番をチョイスしました。で、買った後にいろいろこうネットで見てたんですけども、そしたらこれね、なんか50代にも合うカラーみたいな書いてあって、いや私20代とか思ってたんですけども、でも20代の私でもすごく可愛いと思えるし、めちゃくちゃ使いたいと思えるようなカラーだったので、はい、あの皆さん50代っていう言葉に惑わされずに、オブクチュール気になる方、いろんな色タッチアップしてみるといいと思います。これはティントじゃないんですけど、すっごく色持ちがいいし、色もね、ほんと絶妙なカラーで綺麗で気に入っています。これに関しては色持ちの検証動画を改めて出したいなと思うので、気になる方ぜひそちらお待ちください。そしてここからベースアイテムが怒涛の4点あります。うち2点がファンデーション、2点がコンシーラーという、まあすごく偏った感じなんですけれども、まず1つ目に紹介するのがディオールのディオールバックステージフェイス&ボディファンデーションというファンデーションです。こちらのファンデーションはディオールの私が好きなフォーエバーのファンデーションの代わりに買おうと思ったファンデーションで、実はフォーエバーのカラーが合わなくなっちゃって、肌のトーンが明るくなって、なので新しく買い直そうと思ったんですけども、これに惹かれて買ってしまいました。パッケージがフォーエバーよりも軽いですし、すっごくこれプラスチックなんですよ。軽いから持ち運びにも便利そうだし、フォーエバーよりもこう薄付きからしっかりめのカバーまでこう幅広くビルダブルなのでつけることができるらしく、そういう点でもすごくいいかなと思ってこれを購入してみました。これに関しては検証動画を今日ちょうど撮っているところなので、その合間に今この動画を撮っているんですけども、なのでこの動画の次か次の次ぐらいに上がると思います。ちょっとそちらの方は楽しみに皆様お待ちください。そんな感じのファンデーションです。そしてもう一つのファンデーションがアディクションのザ・グローファンデーションを購入しました。これはね、お友達とお買い物している時に、友達がツヤ感があるファンデーションが欲しいって言っていて、なのでこう化粧品売り場を置いて、もういろんなところの有名なツヤファンデーションを手に出してこういろいろ探してたんですけども、このザ・グローファンデーションが一番ツヤが綺麗だったので、これを購入しました。
なぜ私も購入したのかがわからない。その時頭がおかしくきっとなってたんでしょうね。もう友達のを選んでいて、一緒に、あ、私もこれ買いますって言ってました。はい、そんなファンデーションですっごくツヤ感が綺麗。なんかいろんなところのほんと試したんですよ。例えばスックとか、RMK とか、あとはどこだったっけ、あ、ボビーブラウンとか、ほんといろんなところのを手に出してツヤ感とかを見ていたんですけども、これが一番みずみずしいツヤ感で綺麗だったです。で、これに関しても検証動画を出したいと思うので、詳しいことはそちらでまた話していきたいと思います。この動画だけで検証するものがもうすでに3点もあるんですけれども、はい、まあ動画ネタが増えたと思って私はすごく楽しみにしております。そして残りの2つが先ほども言った通りコンシーラーなんですけども、まず1つ目はイブサンローランのラディアンタッチの色は 3.5 番を購入しました。これね、なんか使いたくなったんですよ、急に。今までそんなに好きじゃなかったんですけども、まあちょっと年も重ねたし、最後に使った頃からちょっと印象変わるんじゃないかなと思って、なんか急に使いたくなって買いました。ただね、私来月の頭からヨーロッパに行くんですよ。なので、なんでその時に買わなかったんだろうってすごく思っております。この思い立ったら即行動するっていう性格を本当にやめたいって思う今日この頃ですが、まあ、これを購入しました。今日も目の下に使ってるんですけども、つけ心地も軽いですし、こう光で飛ばしてくれるので、すごく上品な綺麗なお肌に仕上がるなって思います。あとはこうお化粧直しにも使えるのがラディアントタッチのいいところかなと思っております。そして最後にご紹介するのがローラメルシエのフローレスフュージョンウルトラロングエアコンシーラーというコンシーラーです。このコンシーラーはインスタの美容アカウントの方とかがすっごいたくさんの方が絶賛していて、もうこれはね、黙っていられないと思って購入してきました。割とマットめのコンシーラーなんですけども、少量でしっかりカバーしてくれますし、あと乾燥しないっていうのもすごくいいかなと思いました。 NARS のラディアントクリーミーコンシーラーかな、あれはちょっと名前忘れちゃったんですけども、あれが乾燥する方はこっちの方がいいかもしれない。ただラディアントクリーミーコンシーラーよりも割と乾くのが早いというか、密着するのが早いし、ちょっとこっちの方が液が若干重めな感じがするので、つけ方にこうテクニックがいる。少量ずつ、あとブラシでつけた方が綺麗、ブラシでつけてから指でなじませる方が綺麗だったり、ちょっと一手間欲しいんですけども、でもしっかりカバーしてくれるし、こっちの方が保湿力もあるから、すごく使いやすいコンシーラーなのかなと思いました。そんな感じが私の最近の購入品のデバコス編です。皆様の参考になれば嬉しいです。次回はプチプラ編をやっていきたいと思うので、そちらもぜひ楽しみにお待ちください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の更新で会いましょう。バイバイ。